組曲作品 14SZ62BB70 はバルト・オクベーラが作曲したピアノのための組曲。作曲は1916年2月に行われ、1918年に出版された。作曲者自身の独創により1919 19年4月21日にブダペストで初演された。本作は バルトークのピアノ作品の中でも指折りの重要な楽曲であり、唯一ピアノソナタに悲見しうる存在である。多くのバルトーク作品では、東ヨーロッパの民族音楽が頻繁に用いられているが、本作は民謡に起源を持つ旋律が使用されていない、数少ない作品の一つとなっている。しかし、一部の楽章においては、ルーマニア、アラブ、 北アフリカのリズムの影響が依然として認められる。当初、組曲は5つの楽曲からなる予定だったが、バルトークは後に本意して、第2曲のアンダンテを削除することにした。この曲は作曲者の死後、J ・ゼネ・センルの1955年10月号にて出版された。バルトーク自身による演奏時間の指定がある。第1曲、約2分、第2曲。 1> 約1分50秒、第3曲、約2分5秒、第4曲、約2分35秒。1918年版では、アンダンテが省かれている。4小節の前奏に続いて、ルーマニアの気楽曲を思わせる主題が登場する。フレイ一フレイ一が繰り返された後、新しい素材が導入される。やがてフレイ一の再現となるが主題は断片化、されており、 最後はユニゾンで3オクターブ以上を駆け上がって、勢いを失い、低い変論音を叩いて終了する。12音技法が使用されている。曲は、スタッカートの音列に開始する。フレーに鋭い不協和音を伴うエピソードを挟み、フレーニが形を変えて現れる。中央の部分では、オスティナートの伴奏音系があたかもジャズのように響いて、即興的な旋律を支える。フレーニと、 不協和音のエピソードを繰り返して、最後は一音に対して、指を二本持ちいつつ決然とした終わりを迎える。バルトークが1913年に耳にしていた、アフリカ北部のアラブ系音楽の影響が見られる。フレーさんの急速な音景に開始し、この上に、簡単なリズム要素が加わる。フレーさんポコピューモッソの中間部が置かれた後、元の店舗に戻って、フレーさんが再現される。 結尾では、中間部の音恵も改造しつつ勢いよく集結する。なお、曲の最後にアタッカーの指示がある。全3曲は、次第に速度を増してくる配置になっていたが、第4曲は、打って変わって落ち着いた調子で開始する。フレイ四9 8拍子と6、8拍子が交代する、中間部を挟んで、フレイ四で聴かれる主題が再現され、静けさを保ったまま組曲を結ぶ。 組曲作品14には民謡は含まれません。私自身が自ら創作した独自の主題だけに基づいています。この作品を作曲する間、ピアノ技巧をより洗練させ、変化させることによって、より透明度の高いものにすることが頭の中にありました。より骨太かつ筋肉質でロマン派の後期や終盤の思もしく稼い付けされた様式には、相対する形、すなわち、 分散は鬼や、その他の就職のような不必要な装飾が配されたもので、それはより簡素な様式なのです。バルトーク・ベーラ、1944年7月2日、デビッド・レイビータとのラジオインタビューにいて、バルトークによれば、この組曲はそれ以前に書いていた、ポストロマン主義からの変革をもたらすと彼自身が、考える新しいピアノ技法の潮流の一端なのだという、 1945年には彼は本作にピアノ技巧のうち最小限に限った方法論だけを用いたと主張しており一部の楽章ではピアノの打楽器としての性格を引き立たせているとしているバルトークは本作の中で民謡からの旋律の引用は行わなかったもののその他の民謡的な要素を幅広く使用している一例として第一曲に見られるルーマニアの アルデギアナのリズムが挙げられる。さらに、第3曲には、アラブの影響が現れており、そうした予想を呈する最初期のバルトーク作品であるのに加え、そのオスティナートと音階のパターンには、北アフリカの影響が見て取れる。第1曲では曲を通して、リディア戦法や全音音階といった、異国風の音階パターンを用いる。一方、第2曲で使われている十二音技法はおそらく、 バルトークの全作品中でも唯一の使用例となっている。ありがとうございます。